京阪バス これまで自動翻訳機ではできなかったアナウンスや観光ガイドなどを自分の手元のスマートフォンで文字として読むことができる、そういうようなアプリシステムでございます。京都に来れば言語の不自由なく観光を楽しんでいただける、そんな街づくりを目指して京都府さん、京都市さんと一緒にプロジェクトをスタートしました。この動きが京都から日本全国へ、そして日本から世界へ、そういうふうに広がっていけばいいなと思っております。